第一次、ウラジーミル・プーチン内閣は、ボリス・エリチン・ロシア連邦大統領時代、ウラジーミル・プーチンが、ロシアの首相に任命され成立したロシア連邦の内閣。1999年8月16日から2000年5月7日まで続いた。内閣の構成は、1999年8月17日、ツケロシア連邦大統領令、第1 6 2号によって承認された。 第一次、プーチン内閣では、1999年11月12日、ツケロシア連邦大統領令、第1487号により、従来の国家電気通信委員会は、ロシア連邦通信情報省に改組された。7.05-2000N647、2013年12月16日閲覧。 1999年から2000年までのロシア連邦の象徴の動態については、1994年から2000年におけるロシアの連邦行政機関の構成を参照。ぜいぜい、ファイ19.08、1999-078、ファイ、ゼー。ありがとうございます。